菓子。菓子は甘みや塩味などの味覚を強調し、あるいは食感などの触覚を工夫し、各種の匂いで嗅覚などの食味感覚の試行品として製造、調理された食品。一般に、穀類の粉を練り焼くあるいはふかすなどしたビスケットや、まんじゅう、糖質を主体としたキャンディやチョコレート類、アイスクリームなどの冷凍菓子などを総合し、菓子と分類されている。 近代になり、冷凍冷蔵技術の向上と大量生産を可能に、する工業化が進んだことで、菓子の種類と生産量は、飛躍的に増えた。これにより菓子製造販売は、旧来の職人が手作りして、専門菓子店、和菓子店、洋菓子店、せんべい店等で小売りするといった形態のほか、工場生産された包装済みの菓子が、小売り店。 スーパーマーケットやドラッグストア等で販売されるという形態が定着した。主に品質が均一で安価な商品は工場で生産し、手間のかかる高品質なものや流通の困難な商品は専門菓子店が製造するといった住み分けが定着されてきている。なお、日本では食品衛生法及び地等症例により、アイスクリームなどは一般食品である菓子ではなく、 乳製品として分類されている。また、果実を乾燥させたり砂糖漬けにしたものや、焼き芋や、いり豆などに代表される、農産物を単純に加工したものは、菓子製造とみなされない場合が多いが、一方で、ポテトチップやポップコーンに関してはスナック菓子として扱われている。約1万年前の壁画に、蜂蜜の採取と思われる絵があり、人類は、有史以前から、 蜂蜜や果物などの甘みを求めていた。また、身体維持に欠かせない塩分は、その必要性から、塩味といった美味しさとして認識されていた。様々な穀物を粉にし、それを練って火にかけるという初歩的な調理が行われるようになってからは、食物に対して栄養を求めるだけでなく、甘みや塩味をより楽しむことが求められるようになり、 そういった味覚への追求が歌詞を創造する原動力になったとも考えられている。農耕や牧畜が発展し、原種の小麦が現代品種に至って、以降、文明の発達とともに歌詞が作られ始めた。紀元前22世紀頃の古代メソポタミアの新シ,シメール時代、マリオーの宮殿跡から、うずくまるライオンの歌詞型が出土している。設計文字の解読研究によると、 マリオ朝にはメルスの製造者という職業があり、メルスは練った生地にナツメヤシやピスタチオ、干しいちじくや干しぶどう、蜂蜜や各種の香辛料を混ぜ込んで焼き上げたものだとされていることがわかり、これが現代の焼き菓子につながるものだとも考えられている。また、紀元前1175年、エジプトのラムセス三世の墓には生パン施設と思われる壁画があり、パンと共に、 ウテンとという渦巻き状の揚げ菓子と思われるものが描かれている。墳墓の副葬品として、食物を作る人々の像や食物も出土しており、それらの研究から当時14種類の菓子があったとも推測されている。紀元前2000年頃に地中海で海洋文明として成立した園芸文明は、アジアの文物を媒介し、後継である未経年文明をさらに引き継いだ。 ギリシア時代には誕生日を祝う現代のバースデーケーキにあたるものなど100種を数える菓子があったと言われている。紀元前2世紀頃からはバターも知られ始めチーズの製造にも工夫が重ねられ専門の職人も存在しており、重視やガチョウなどの卵も菓子製造に利用されたようで脂質を有する菓子作りの基本となる食材が揃い始めた時代でもあった。文明の勃興期。 穀物を製粉加工する粉色は世界各地で多発的に起こったとも考えられている。ユーラシア大陸の各所で派生した文化が成熟し、ギリシアとペルシアのように争いを含め様々な形で交わっていく過程で菓子はさらに多様化し広まっていった。現代のアラブ諸国に見られる揚げ菓子もギリシアで婚礼菓子として用いられていた。 蜂蜜入りの揚げ菓子が由来であると考えられている。紀元前7世紀頃に始まる古代ローマ時代、曖昧であったパンと菓子は種類により明確に分類されるようになった。それまで、どちらかといえば女性が担う調理仕事の一つとして扱われていた菓子作りだったが、儀式の供物用に特別な菓子などが求められ始め、種類も多彩になったことなどから、 女性のみに限らず男性が職業として関わるようになり、紀元前171年には法的にも承認され、合子職人が男性の職業として確立することとなった。当初、権力者や富裕層のために、あるいは特別な儀式のために作られていた菓子は、その製造が職業として認められ充実していくにつれ、市民にも広まり、一部にはローマ市内で販売されるまでに至った。 また、ローマ人の生活と神事は切り離せないものであり、様々に工夫され、飾られた、蜘蛛菓子が、神殿に奉納されており、これらが、現代の菓子のデコレーションの原型となっているとも、考えられている。さらに、ガイウス・ユリウス・カイサルは、アルプスを口から氷雪を運ばせ、土や蜜の他酒を混ぜ、あるいは冷やして飲んだとも言われており、評価の原点もこの時代だったという説もある。 訂正となり、ローマがさらに繁栄を極めると、歌詞に用いられる材料も、ますます多様になっていった。紀元前のアレクサンドロス三世による、東方遠征時、インドにサトウキビの絞り汁を発酵させた、足の茎から取れる蜜があると報告されていたが、その発酵物を固めたと思われる、サッカラムも、蜂蜜や加糖と同様に、菓子作りに用いられていたと考えられている。 さらに、312年頃には、市内に、パン屋と菓子屋が合わせて254軒もあったと伝えられており、合わせ型による焼き菓子や工芸菓子も登場し、富裕層や貴族階級の宴席を飾った。カトリックの洗礼式などで用いられる、ドラジェやイタリアのクリスマスに欠かせない、パネトーネもローマ時代が起源と言われており、あらゆる物品が集うと言われ世界第一の都市であった。 ローマにおける歌詞の流星が現代歌詞の基礎となったと考えられている。4世紀後半のローマ帝国の衰退以降、ヨーロッパはいくつもの国々が勃興しては争う時代となった。以降、ルネサンスまで歌詞作りにおいて、ローマのような躍進的な想像はあまり見られない。また、この時代は都市構造や家屋整備の面でも停滞が見られ、柔らかなパンや歌詞生地を焼ける。 大きなオーブンは一般の家々に備えることは許されず、各地の修道院や教会、荘園の領主などのみが所持していた。オーブンの使用量として卵や蜂蜜、チーズなどを納めることが求められ、このことは封建制度における弊害である反面、納められた材料を用いての菓子製造の専業化が進み、 結果的に、ローマ時代に培われた菓子の製造技術が途切れず、受け継がれていくこととなった。また、修道院や教会によるキリスト教の行事や、祝祭日のための菓子の製造は、フランスのガレット・で、ロワや、オスティなどの宗教菓子を経て、クリスマスや復活祭など、後年ヨーロッパにおけるキリスト教の行事を彩る、様々な菓子の発展へと繋がっていった。7世紀に、 イスラム教が成立、それを背景とするイスラム帝国が勃興する。同じ頃、ペルシアでは佐藤規備を発行させない政党法が考案され、長期保存が可能になった佐藤は貴重な交易品として、イスラム帝国の拡大とともに東西に広まっていった。711年、イスラム帝国マイヤ朝の時代には、北アフリカ一帯も勢力下に収め、イベリア半島も征服。 地中海沿岸に大きく半島を広げた。それにつれて、砂糖機微の栽培と、製糖技術も地中海沿岸諸国に広がったが、ヨーロッパに広く砂糖が知られるようになるのは、後の十字軍の時代であった。イスラム教成立以降、キリスト教世界との対立が続き、ヨーロッパにおいて、ようやく国家的安定が得られ始めた十一世紀から十三世紀までの200年間、 聖地奪還を掲げていくども、キリスト教圏から東方へと十字軍の遠征が行われた。人の往来は、交流を生み軍論の発達は物流を助け、結果として砂糖や香辛料をはじめとする東方の物産がヨーロッパに広まることとなった。だが、イタリア諸都市を通じ、地中海貿易でしか得られない砂糖は、貴族や富裕層の間でしか手にできない貴重品であり、そのほとんどが、 需要のためのいわば薬用として処方されるもので、菓子製造に利用するのではなく、当初はわずかに振りかけるといった用いられ方だったとも考えられている。また、貴重品であった砂糖の取引はやがて教会の許可制となり、修道院などで薬種として作られていたリキュール種の材料として、香辛料と共に用いられることとなり、後年、甘いリキュール種として菓子作りに活かされることとなった。 砂糖だけでなく十字軍のもたらした文物はヨーロッパの菓子作りに様々な影響を与えることとなった。小麦の育たない寒冷地でも栽培できる穀物蕎麦も十字軍によってヨーロッパにもたらされたものでフランスではサラザンと呼ばれている。中世においてアラブ諸民族を指すサラセンに由来した名だと考えられており現代でもクレープなど様々な菓子に利用されている。 また、フランス南西部に伝わるパスティストモロッコに伝わるパスティアやオーストリアのシュトゥルーデルとトルコのバクラバの形の類似などから広い範囲での交流があったとも考えられている。食文化の暗黒期とも言われていた中世であるが、ローマ時代に基本がほぼ完成していた各種の焼き菓子には砂糖やリキュールなどによるさらなる工夫の素地が用意された時代でもある。さらに、 インド原産のオレンジやレモン、中国原産のアプリコットなどがイスラム世界を経由して、さらに十字軍により運ばれ、砂糖の広まりとともに砂糖漬けにされた果実が食後のデザートとして用いられるようになり、糖化としての確立につながることとなる。そして、葡萄酒や果実のジュースを入れた容器を塩を混ぜた雪や氷の中で攪拌するといった現代にも通じる評価の製造法も伝来し、 アラビア語で飲むを意味する、シャリバが語源と言われる、フランスのソルベ、英語のシャーベットといった評価も、イタリアなどで作られ始めた。現代欧風菓子の小麦粉などの焼き菓子を主体としたパティスリー、パティスリー、糖質が主体となった糖化であるコンフィズリー、コンフィズリーと評価であるグラス、グラッセといった大別は、中世の十字軍の東方遠征により測らずも、育まれた。 文化交流によって成立していったとも考えられている。ローマの水防以降、イタリア半島は統一をかき紛争が続いていたものの、地中海貿易を担うベネツィアやフィレンツェなどが都市国家として発展していた。14世紀にこれらイタリアの都市国家が中心となって起こったルネサンスは食文化にも及び十字軍のもたらしたイスラム圏からの食材を用いて、 さらに工夫を重ねた歌詞が登場することとなった。一方、レコンキスタにより1492年、イベリア半島はイスラム支配を脱し、ヨーロッパの他の王朝に先駆けて、強力な王権を獲得したスペインとポルトガルは、民族主義意識の高まりを背景に、イスラム勢力の駆逐と領土拡張に乗り出すこととなった。新航路の発見は、領土と交易品をもたらし、 ひいては莫大な富をもたらす。さらに、15世紀にかけて、イスラム王朝の一つであったオスマン朝が帝国として、台頭、地中海貿易を、ほぼ掌握したオスマン帝国による貿易関税への不満も加わり、ヨーロッパの各国が内洋へと走り出す、大航海時代となっていった。大西洋を渡り、西インド諸島は、ヨーロッパ諸国の一大佐藤機微生産地となり、 貴重な輸入品であった砂糖をヨーロッパ人自ら生成してにすることになった。そしてスペインによりチョコレートがヨーロッパにもたらされたのもこの時代であった。フランス菓子が世界に知られる完成度を得る背景にはヨーロッパ諸国の工房と王朝間の婚姻があった。諸公が拡挙していた西フランク王国をまとめたカペー朝が1328年に断絶した後、フランスは イングランドとの百年戦争に苦しむこととなる。1453年にフランスの勝利で戦争は終結し、以降次第に国力をつけいくどもイタリアに攻め入り、イタリア戦争を引き起こした。1533年にメディチ家のカトリーヌ・ド・メディシスが政略結婚とも言える形でフランスをアンリ二世に課している。カトリーヌは文化的には後進であったフランスに、 ナイフとフォークを持ち込んだと言われ、実際に当時のイタリアの生活様式がすべて再現できるよう料理人や聖火人まで共にしていた。シャーベット、マカロン、フランバジーヌ、プティフールなど今日フランスの伝統菓子とも思われているほとんどはイタリアから伝わったものだとも考えられている。さらにスペイン王家からフランス王家へ、1615年にアンヌドートリッシュ。 1660年に、マリー・テレーズ・ドートリッシュが嫁ぎ、チョコレートと、その調理法もフランスに渡った。ルイ15世に嫁いだ、ポーランド王、スタニスワ・フレシチニスキの娘マリー・レクザンスカは、父子ともに美食家でも知られており、ババやバローバンを創造したと言われている。1769年、オーストリアのマリー・アントアネットが、ルイ16世に嫁いだことで、 ドイツ菓子の製法も流入する。ヨーロッパ主要国の菓子の製法がフランスに集まり、ヨーロッパの菓子の集大成としてのフランス菓子が、その完成に向けて大きく躍進することになる。イタリアを、はじめもとは、ヨーロッパ各地で創作された菓子が、フランス菓子として、現代に認知されている要因の一つに、菓子の製法を系統を立てて、まとめ正確に伝播できるようにした点が挙げられる。 1784年、革命前のフランスに生まれたアントナン・カレームは、成果だけでなく、料理の技量においても秀逸であり、成果や、料理の技法を知りした、多数の著作を残した。シャルロット、ジュレ、ババロア、ブランマンジェ、プディング、ムース、スーフレなど、まさに現代に主流となっている、口当たりの良い歌詞をこの時代に、デザートとして提案しており、 同時代のみならず後の菓子職人たちにも大きな影響を与えている。18世紀に始まった産業革命に伴い、生糖産業にも変革が訪れる。16世紀に寒冷地でも栽培できる天才、砂糖大根からも砂糖が生成できることが発見されていたが、砂糖機微を超えて広まることはなかった。しかし、 1806年イギリスを封じ込めヨーロッパの経済支配を狙ったナポレオンの大陸風されにより砂糖が入手できなくなったことから天才の栽培による砂糖生産が奨励されることになる。19世紀中頃に生産が軌道に乗り、生糖産業の工業化が進んだ。このことは様々なコンフィズリーはもとよりビスケットやチョコレートなどの普及へとつながり、 ローマの昔から富裕層や特権階級の享受するものだった甘い歌詞がヨーロッパ中に豊富に出回り始めるきっかけとなった。パティスリー、そしてコンフィスリーの普及と完成を助けた産業革命だったが評価やアイスクリームこそ産業革命の申し子と言える歌詞であった。1867年にドイツで製氷機が発明され、アイスクリーム製造の機械化は一気に進んだ。 アメリカでは企業で量産されるようになり、後にアメリカの国民食と言われるほどの普及を見る。以降、グラス評価はデザートやアントルメとしてのヨーロッパ式と量産システムによるスナックとしてのアメリカ式の二つの傾向に分かれて発展することになった。イギリスでは16歳以下を対象とするテレビ番組でジャンクフードのコマーシャルは放送できない。2007年、 イギリス政府は、合成保存量の安息抗酸ナトリウムと、合成着色料の入った食品が、子供に注意欠陥、多動性障害、ADHD を引き起こすという研究結果を受けて、ドリンクやお菓子に、それらが入ったものが多いとして、注意を促し、2008年4月、英国食品基準庁、フッサは、注意欠陥、多動性障害と関連の疑われる、 合成着色料6種類について2009年末までにメーカーが自主規制するよう勧告した。ガーディアン氏によれば、この政府勧告による自主規制の前に、大手メーカーは2008年中にもそれらの食品添加物を除去する。自主規制対象のタール色素は赤色40号、赤色102号、カルモイシン、黄色4号、黄色5号、キノリンイエローである。 2008年3月、これを受けて、欧州食品安全庁、エフサは、イギリスでの研究結果は1日あたりの摂取許容量を、アジの変更にのための基準にはできないと報告した。しかし、4月イギリスは再び排除すべきだと勧告を行い、8月には欧州は、摂取量の見直しをはじめこれらの合成着色料を含む飲食品に、 注意欠陥多動性障害に影響するかもしれないという警告表示がされることになると報道された。文明の黎明期、同じような粉飾文化が始まりながら、中国では歌詞について独自の位置づけがなされ、転身としての発展を遂げた。現代、世界で歌詞として認識されている食品を中国の食において一くくりにするのは難しい。中国の食は、 食事をするといった意である、チーハンと、軽食を取るといった意味合いの、キツテンシンに対別できる。キツテンシンの中でも、粉を練って作った皮で餡を包み込んだものをテンシンと、言い,い、さらに甘みのものを、テンテンシンとしており、月平や小豆あずきあの饅頭である、豆メッサパオズなどがよく知られている。同じくキツテンシンの中で、果物を意味する菓子があり、果物の砂糖漬けや果汁で作った、 唐菓子などはこれに含まれる。杏仁豆腐は本来は、地ァンの名で、塩石料理の天油であるが、少量を強した場合は小食として、吉天心としても扱われる。アイスクリームや評価は食ではなく、飲に属し、かつの霊飲として扱われている。郊外文明期、紀元前3000年頃の行商文化期において、石臼焼値が使用されており、 国狂よくだき加工し調理する技術は中国でも古代から知られていた。だが、粉色が中国食文化に浸透し始めたのは前漢武帝の時代、強度を攻撃するべく大月市に使者として送られた長剣が紀元前126年に小麦とその製粉技術を持ち帰ってからとされている。北魏の末、500年頃の著作、生民用術には、 粉飾としての転身が詳細に記述されており、小麦を加工した餅、ピンなどの記述も見られるが、当時の製粉技術は石薄と綺麗であり、7世紀初頭から10世紀初頭に栄えた唐の時代、天外など水車を使った大規模な製粉技術がもたらされて後、中国食文化が本格的に粉飾主体となったと考えられている。さらに、唐時代は、 イスラム帝国が勃興する時代と重なっており、世界交易の拠点でもあった長安には、ペルシア人も頻繁に訪れた。長安の都には、ドーナッツのような揚げ物である、缶餅や油餅などを売る店が並び、ペルシア風の食べ物、古食が流行した。製刀技術も伝わり、天天心はさらに発展した。茶を飲み天心、小食を食べる、いわゆるインサという食習慣が、 全国に普及したのも、唐の時代と考えられている。以降、現代には、モンゴル人の食習慣が取り入れられ、父や楽といった素材を用いた、天天神が作られた。寝代には、満州族の菓子、シャーチーマーなども中国全土に広がり、また1840年のアヘン戦争に前後して、ヨーロッパの菓子も流入した。ビスケットは、ちぬいとして普及し、ケーキは、 欧風菓子を意味する、正式転身として区分されていた。アメリカの菓子は、今日の日本人の標準的な感覚からすると、着色料や砂糖などが多く使われているものが多い。アメリカの菓子は、リコリスや、ジュースで言えば、ルートビアや、ジンジャーエール、ドクターペッパーなどの薬のような風味のものも多い。また、 トルティーヤチップスやポテトチップスなどをはじめとしたスナック菓子が人気である。チョコレートでは M&M、S、マスターフーズなどが有名である。アメリカ医学研究所 IOM は子供をターゲットとした高カロリーで栄養価に乏しい食品のコマーシャルが肥満と関連しているとし自主規制ないし政府の介入を求めた。シカゴ大学は18歳未満をターゲットにした コマーシャルの90%以上が栄養価に乏しい食品であり食の思考に影響を与えると報告した。マクドナルドやペプシコなど11の大きな業者が12歳以下の子供にはジャンクフードの広告をやめることで合意した。日本では縄文時代において栗の実を粉状にしたものを固めて焼いたとみられる独自のクッキーが食べられていた。また古代の日本では果実や 好みなどを総称して、果物と呼んでいた。漢字が伝来し、果物に、菓子あるいは、菓子の字が当てられるようになった。そして、奈良時代から平安時代にかけて、中国から穀類を粉にして加工する製法の食品が伝わり、これが、唐菓子と呼ばれるようになる。果実とは全く異なる加工された食品ではあるが、嗜好品としては、果実同様であるとして、 果物と分類されたのではないかとも考えられている。なお、加工食品としての菓子が伝来して以降、果物については、水菓子と呼んで区別するようになった。続いて、室町時代から安土桃山時代にかけて、佐道の流星に伴い、天津としての菓子が求められ始めた。中国では肉類を用いて作られている洋館や、饅頭がもたらされたが、日本では仏教の影響か、 肉類ではなく小豆や豆類など植物性の素材に置き換えて作られるようになった。これが後に和菓子の方向性を決定したとも考えられている。一方、室町時代末から鎖国例までの間、世界は大航海時代の中にあり、南蛮菓子の輸入時代ともなっていた。カステラ、ボーロ、コンペイトカルメラなど日本独自の製法が工夫され、 和菓子として発展した菓子もある。茶道と共に発達した天津は、京都でさらに発展し、練り洋館や餅菓子、半生菓子から、内物の勘菓子まで、工芸的趣向を凝らしたものになり、軽菓子として、流星を極めた。しかし、江戸時代も後期になると、軽菓子に対抗して、江戸文化により育まれた上菓子が流星を見せる。また、 白砂糖は上菓子の実に用いるといった制限を逆手に取り、菓子といわれる黒砂糖を用いた雑菓子類も大きく発展した。明治維新により鎖国令が解かれると海外からドロップ、キャンディ、チョコレート、ビスケットなどが輸入されるようになり日本の菓子は革命ともいえる大転機を迎えることになった。大航海時代からの経済発展により完成の 意気に達したフランス菓子などが伝えられる一方で、産業革命により、機械化効率化した菓子製造法まで一気に伝来し、日本の洋菓子として幅広い発展を見ることとなった。10年ほどの間、菓子税という国税があったが、1896年、明治29年の営業税の国税移管に伴い、廃止となった。日本には多種多様な菓子があり、 分類法も一様とはならない。代表的な分類としては、和菓子と洋菓子といった伝統と製法による分類に加え、水分含有料と保存性から分類する場合もある。食品衛生法では、製造直後で水分40%以上。あん、クリーム、ジャムなどが入ったものでは、水分30%以上を含むものを生菓子とし、それ以外を非菓子とする基準を定めている。 業界団体などは生菓子と寒菓子の分類に加え以下の基準で菓子の分類を定めている。関連した政策としては厚生省による二十一世紀における国民健康づくり運動において病気を予防するために目標を設定して目標達成を目指す運動を行っているが甘味料の特に砂糖が虫歯、腐食を発生させるとして甘味料に関する正確な知識の普及と 甘味食品、飲料の間食の摂取回数の減少を目標としている。日本で幕末から明治にかけては、ドロップ、キャンデー、チョコレート、ビスケット等が輸入される。にある通り、神戸では、港開港後の1870年には、オランダ人創業のホテルで、居留地外国人向けの菓子提供を行う一方で、焼き菓子の製作がなされていることが知られる。 1875年には、東京の老舗菓子店の余熱、風月堂がビスケットを商品化。その後によると、1899年には森永製菓が機械化による大量生産を行い始める。その後1910年に、富士火、1916年に東京が市名寺製菓、1922年に江崎グリコといった今日でも知られる製菓メーカーが創業していく。 これらのメーカーが手掛けた洋菓子は原材料が需要に良いとされ、また様々な宣伝反則を積極的に展開し、普及していった。によると、戦後はチューイングガムに取り組んだロッテやスナック菓子が代表のカルビーなどが台頭してくる。によると、1952年の砂糖統制撤廃から菓子大量生産時代、昭和30年代からの売上上昇期と機械化による、 本格的な大量生産時代、1971年から全菓子自由化を経て菓子を扱う企業は成長していった。そして、昭和50年代以降は、人々の健康志向から現代までは、菓子業界も健康志向時代であるとしている。上記は除く、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。